続いては北川ゆりちゃんの電子代です。どうぞ。私がやりたい企画はいろんな奇跡を起こすです。 YouTube にあるようなチャレンジ動画の神業に挑戦。今20歳なんですけど、この間1月の成人式の時に成人の抱負を奇跡を起こすというふうに絵馬に書いてきたので、今日はそれを少しでも達成すべく20個奇跡を20歳にちなんで起こしていきたいと思います。頑張ります。まず最初の挑戦はこちらです。バスケットボールノールックシュート。後ろ向きでゴールを目指します。でも私3ヶ月か半年くらいバスケットボール部に所属していたことが小学生時代にあるので、これに関しては自信があります。一発目で入れて奇跡を起こせるように頑張ります。いきます。いやなんか先が思いやられてきちゃいました。一発目からなんかあれ、一発目なんか一発で入るのかと思ってました。結構なんか奇跡とかっていうのは味方をしてくれるものだと思ってたので、ちょっと今日は奇跡とうまくやっていけるか不安になりました。いきます。だんだん仲良くなってきたから、ボールがもう自分で帰ってきて歩み寄ってくれましたもんよし、バスケットボールが好きだ。いきます。ほっ、惜しい。すごいいい色だよ。ピコ、あ、違った。あんまり色褒められたくなかった惜しいシュートはあるものの、ゴールポストに嫌われ、なかなか決まりません。開始から1時間が過ぎ、投げ続けること295投目え、入りました。あ、入ったんだすいません。バスケは一番得意だったので、まさかこんなに入らないとは思わなくて、なんかちょっと結構スポーツ好きなんですけど、難しいんだなっていうのを知りました。その後もさまざまな種目に挑戦何度も何度も繰り返しチャレンジし、奇跡を起こしていきます。続いてはメントスコーラにチャレンジしていきたいと思います。入るかな。難しいな。入りますよ。はい、ギリギリなんだ。どうやったら入れますか
短中話ということで、はい、いかがでしたか？そうですね、体育館から始まり、こういろいろな奇跡に挑戦させていただいたんですけど、いろいろな奇跡を達成できるっていう、できたことが奇跡だなって思ってます。いやー、ちょっと途中も何回も心折れそうになったんですけど、頑張りました。なのでぜひ奇跡の瞬間を一気にご覧ください。今見ていただいたチャレンジは19個だけということで、今から20個目をここで成功させたいと思います。はい、最後のチャレンジはこちらです。ピンポン玉バウンドカップインです。はい、このピンポン玉を机にバウンドさせてコップに入れていきたいと思うんですけれども、はい、これ入らなかったら二十歳になれてないっていうことだと思うので、ちゃんと入れられるように頑張りたいと思います。緊張する。はい、はい、じゃあ行きます。あ、もう一回お願いします。もう一回行きます。どんどんやっていきたいと思います。惜しい、頑張れ。あ、惜しい。玉拾いに行きます。よいしょ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 、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、行きましょう。すごい練習結構何百100回ぐらいやって全然入んなかったので、入んないかと思ってたんですけど、入りました。奇跡を起こせました。やったー。ということで以上、はい、以上、
北川ゆりのいろんな奇跡を起こしたいでした。やったー。二十歳頑張ります。ツイッター北川ゆりちゃんのとても縁起のいい番組でしたけど、どうでした？すごい、すごかった。綺麗にポンポンって、すごいよ ね、 ね。私たちも隣のスタジオで見てたじゃないですか。うわーってたのが声入っちゃったテンション上がっちゃった。すごい